40層に着いた。ベルクリの状況を聞くので休憩にしよう。そうだね。2体同時撃破作戦。メリナやソルティリーナ先輩は大丈夫かな。心配性だな、友情兄ちゃんは。あの偉い人とんでもなく強そうだし大丈夫だって。ロック、おじさまの偉い人とは何ですか。それに強そうではありません。強いのです。ごめんなさい。またやってしまいました。ログに謝ってきます。ベルクーリさんを偉い人ってなんかログらしいよね。だな。ベルクーリたちの準備はまだだってさ。今のうちに休んでおこうぜ。離れた場所での2体同時撃破、不安はある。でもベルクーリさんだし、なんとかなるかな。なんだか全員表情が硬えな。ここは隊長らしく一肌脱ぐとするか。ファナティオ、深呼吸をしているのか。どうした、まさか緊張しているのか。パッカ、ご冗談を。流行る気持ちを抑えているだけです。あの幼女を人界から葬るまで安心できませんから。あれは毒婦です。私の唇を奪いかけたのですよ。なるほど、そりゃ成敗してやらねえとな。奪いかけたということは実際奪われてはいないのか。もちろんです。捧げる方は決まっています。ファナティオ。いえ、何でも。明日は閣下の唇が狙われるやもしれません。夢夢お気をつけください。そりゃこっちのセリフだ。二度目があってもおかしくはないぞ。まあお前のは奪わせんから安心しておけ。閣下。二人ともどうした、心配事か。ベルクーリ様、すみません。今頃キリカたちも野営をしている頃だろうかとメディナと話していまして。あいつは粗骨者ですから、そのなんと言いますか、いつも心配で。仲間もいるんだ、問題ないだろう。それにしてもなんだかんだと坊主に頼らざるを得ないこの状況は考えものだな。どうしてですか。いつかはリアルワールドとやらに帰っちまうだろう。だというのに今はいないと困る存在だ。キリトは幸せ者ですね。ベルクーリ様にそんなことを言わせるなんて。本当です。こんなにもこんなにもこの世界で愛されているのだから、異世界などに帰らなければいいのに。あら、もしその時が来ても二人とも感傷に浸る時間などないと思った方がいいわよ。閣下、そうではありませんか。ファナティオ。まあそうだな。お前さんたち二人とはいずれはカセドラルで肩を並べるのが常になるだろうからな。任せたいことはたくさんある。ねえ、世話しない毎日。坊やがいなくなったとしてもきっと寂しさも感じている暇もないでしょう。それはつまり我々は将来的にも聖号騎士の皆様と。大変ありがたいお言葉です。励みにさせていただきます。ありがとうございます。さて、腹ごしらえでもして2体同時撃破作戦に備えるとするか。私はきっといつかはあいつと運命を分かつのだろう。あいつと離れ離れになったら私はどうする。オルティナノスケの名に恥の行いをしなくては。人界のために尽力し背を追いかけている方々と肩を並べたい。戦って生きて老いて、それから今はの際にはきっと思い出すのだろうか。あいつの
何でもない言葉や笑顔を。アリスの言う通り、どこかへ行ってしまったな。追いかけてみるか。ロケ！キリト？なんで起きてるんだ？もう真夜中だぞ。夜更かしはダメだろ。それはこっちのセリフだ。とにかくこいつらを退けるぞ。まったく、寝つけないからって魔獣との戦いに明け暮れるやつがあるか。明日は四強と戦うんだぞ。ごめん。アリスがさ、言ってたぞ、ログはいつも寝ていないって。何か理由があるのか？言いたくないなら無理には聞かない。でも言って気が楽になりそうなことなら話してくれよ。怒って言ってるんじゃない。仲間だから、ただ心配なだけだよ。キリト、でも聞いても得しないぞ。あ、きっとキリトにとってはすごくつまらない話だぞ。それでも聞いてくれるか？ああ、もちろんだ。わかった、話すよ。俺が狩人の天職を授かったのは、村でその役割がたまたま空席だったから。ただそれだけさ。俺は家族もいない孤児でさ、育ちは村の教会だった。ある日、いつもの狩りを終えて村に戻った俺は、村外れの自分の住まいに戻る途中、隣の家が静かなことに気づいたんだ。武器を持って恐る恐る訪問したら、家の人が魔獣に襲われていた。当然俺は倒そうとした。魔獣を撃退する自信も狩り殺す自信だってあった。狩人として天職を全うしてきたつもりだったから。けど動けなかったんだ。俺がおじけづいたとかそんなんじゃない。一日の狩猟可能な上限に達してしまっていたんだ。そう、あの絶対原種の禁忌目録で決められた数に。助けて助けて助けて。子供たちが泣く。できないできないできない。俺は狂いそうになる。今俺が狩ることができればこの命は助かるのに。でも動けないんだ。何度武器を構えようとしてもダメだった。体が動かない。なのに右目だけはうずくような、えぐられるような痛みが走り続ける。おかしい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 。こんなのはおかしい。あの禁忌目録に書かれているというだけで目の前の人を救っちゃいけないなんておかしいよ。禁忌目録ってなんだ。あれは深海の平和を守るためのものなんじゃないのか。じゃあこれは何なんだ。今俺の身に起きていることは何なんだよ。こんなことがあっていいのか。こんなのはおかしいだろう。そう俺は思って。そうしたらさ、ものすごい激痛の末に片目が弾けた。弾けたよ。
そこからの記憶は曖昧だ。気づけば魔獣は倒していたけど、全てが片付いたら全部俺のせいにされてた。魔獣の侵入を村人の家屋にまで許したこと、これは英氏の責任になる。でも魔獣を連れてきたのは俺だってことになってた。どんな責任を負わされるかわからない。処分を中央に、カセドラルに任せるべきではって話も出てて、俺には守ってくれる人もいないから逃げた。もっと強くなって、誰にも俺を傷つけさせない、何も言わせないようになってやる。そう決意して。でもさ、俺バカだから、そのままダークテリトリーまで行っちゃって、うわこれはやばい、また禁忌目録を破ったってなって、また長い旅をしながら引き返した。それでボロボロになりながらもさまよい歩いて、そうしてキリトと出会ったんだ。眠れなくなったのは村での出来事があったせいかな。夜だったから。夜になるとまたあの惨劇があるかもって。それに一人だといつ魔獣に襲われるかもわからないし、いつでも戦えるようにしなきゃって、なんか身構えて眠れなくなっちゃうんだ。でももう体が慣れちゃった。短い睡眠はとってるから大丈夫だよ。僕やはり右目の封印を破っていたんだな。時系列が定かじゃないが、ダークテリトリーに入ったというのに元老院にサーチされてなかったのは、俺たちがアドミニストレーターを倒した時期と重なるということだろう。なあログ、実はアリスもユーシオンもログと同じように禁忌目録を違反したことがあるんだ。え、同じように抗い続けた結果右目を壊した。長くなるからまた今度詳しく話すけど、それを俺たちの中では右目の封印を破るって言い方をしている。あれはすごく壮絶な経験だから。アリスは治療されないままの目を見て、そうじゃないかって気になってたみたいなんだ。心配してた。そうなんだ。俺なんかのこと気にしてくれてたんだ。なあ、落ち着いた時にその目を直さないか。不便だろ。神聖術の使い手なら今は身近にいるし。でももうこれで慣れちゃってるからな。大事な戦い前なのに急にいつもと違うのはちょっと。そうか。何はともあれ2体同時撃破作戦だな。なあ、今は夜だけど俺がいるんだし、怖い魔獣が現れても絶対守る。怖くないよ、安心して寝てくれ。ロク、大きくなったら一緒に遊びに行こうな。約束だ。うん、キリトのそばなら怖くない。